巨人、大塚副代表、岡本のポスティングは絶対にないです。巨人の大塚副代表、64、画用化、一部で報じられた岡本和真内野手、27、ノコンオフのポスティングシステムを使った米移籍の可能性を否定した。大塚氏は、本人は何も言ってきてない。ポスティングは、特例で山口俊と菅野があったけど、菅野は1年間浪人しているから、岡本とはそういう話はしていないから、絶対にないです。そんなの、と断言。これまで契約更改の席で話題に出たこともないという、ないです。メジャー志向があるとは聞いているけど、本人とそういう話をしたことないしね。うちはポスティングは基本的には認めてないし、心配しないでください、と笑った。さらに大塚氏は、うちは基本的に、ポスティングは認めないです。海外FAを取るまで頑張ってよ、と。松井秀喜氏もそうだしね。10年やったし、と。現状では岡本和の海外FA 検出予定の2026年オフまでは動きはないとした。鎮火すぬか喜び。行かせてやれよコンピークじゃん。名刺巨人は選手を金で売るような恥ずかしい真似はできんからな。国内FAで阪神行かれる方が嫌じゃぬ。いや今の時代古いは岡本売った金で球団マネジメントした方がいいのに。海外FAでメジャーやろって言われてたからな。バカアンチに早速釘を刺してくれてよかった。選手が好きだから巨人ファンになったけど球団はうんこだわ。普通やろ5年とかで出す方がおかしい。本人の意向も聞かずに用意はこんなこと。ポスティング容認しないって今時メジャー志向の選手取れなくなるだけでは、心配しないといけないよね。ご視聴ありがとうございました。